タイガーマスクは日本の覆面レスラー。タイガーマスクの4代目であり2020年4月現在、現行のタイガーマスクである。通称黄金の虎4代目。血液型 A 型。新日本プロレス所属。2代目、3代目と違い、純粋な初代の弟子であり、歴代の中では唯一デビュー時から2021年現在までタイガーマスクを名乗っており、 タイガーとしての活動期間は、歴代で最も長い。また、歴代のタイガーでは2番目に小柄である。立ち位置としては、ベビーフェイスだが、反則攻撃を繰り返してくるヒールには、非常に過激な技で制裁を加えることから黄色い悪魔と称されることもある。全くの無名時代に素顔で、遠線井の上の似顔絵に、馬乗りの遠線に許しを請うという、やられ役のモデルを務めたことがある。 格闘技通信掲載時に、すでに、タイガーマスクだったので、目のところを隠されている。2005年に結婚したが、正体は明かしていない。プライベートでは、パチンコ好きで、怪我の治療のため欠場中の天山広吉に代わり、2009年10月から2010年3月に、かけて、スポーツ放置で、コラム、タイガーマスクの激録、玉取った量を担当していた。 2010年にカルビーポテトチップスの CM に単独出演している。2012年にフジテレビのバラエティ番組、ココタテの企画、何でも潰せるロードローラー VS 絶対に潰れないポールで特別出演し、保安道路企画株式会社が開発した絶対に潰れないポール、ポストフレックスを折り曲げようとしたが、ポストフレックスが元の形状に戻り続けたため、失敗に終わった。 AKB48 のメンバーの武藤十武の父親とは友人で2013年4月2日放送のもうすぐ悪ビンゴで武藤は家族ぐるみで交友があると語った。読売ジャイアンツの大ファンであり巨人 OB の原辰則とも交友がある。お互いの巡業で近くにいる時は球場に出向き、原や選手等と会話をしたりするほどである。 2016年6月20日には、ハッピーマンデーベースボール今週のプロ野球とことん、予想に巨人ファンプレゼンターとして出場した。佐山聡が創設したスーパータイガージムでトレーニングを積み、佐山のすすめで、虎のマスクをこむることを決意する。1995年7月15日、後楽園、ホール大会のザグレートサスケ戦にてデビューを飾り、数々の虎殺法を披露した。 敗北を喫したものの、試合後に、サスケに対して、道の区プロレス入団を志願し、サスケとこの日観戦に来ていたサ山がこれを了承した。8月12日に道プロの巡業に帯同し、9月14日に同団体でデビュー戦を飾った。1996年9月23日に、うわ世界ミドル級王座決定リーグ戦に参戦。これに優勝し、 第30代王者となった。自身初のタイトル獲得となったが、1997年2月25日、左膝を痛め長期欠場に伴う防衛戦期限切れにより王座返上。結局一度も防衛戦を組まれることはなかった。その後、光が当たることがなくなったが、1999年4月11日に短期英国遠征へ出発。王座復活後、 第14代 A 連邦ジュニアヘビー級王者となった。5月24日には WWF に参戦。タカ、フナキ・トクミ・アポロダンテスパピチューロオスペルロコ組と対戦し勝利した。7月5日にはメキシコのメジャー団体 CMLL に参戦。フェリーノと対戦したが敗戦した。7月11日には東流門ジャパンに参戦。サスケ、 マグナム東京、荒井健一郎と組、クレイジーマックスサスケザグレート組と対戦し、勝利した。2002年から2007年2002年1月4日、新日本プロレス主催のレスリングワールド2002に、初参戦。重心サンダーライガー、サスケと組ジャドーゲドーディック統合組と対戦し勝利する。この年は、道プロに所属していながら、 ほぼ一年を通して新日本の巡業に帯同し、9月22日には金本浩二が保持する IWGP ジュニアヘビー級王座に初挑戦を果たしている。12月2日、プロと契約満了に伴い、12月16日付で新日本へ正式に移籍した。2003年4月23日、金本の保持する IWGP ジュニア王座に挑戦。 勝利を収め、第44代王者となった。2004年6月13日、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに出場し決勝に進出。決勝戦で金本と対戦し、ピンフォール勝ちを収め優勝した。2005年6月19日、ボスに出場し決勝に進出。決勝戦でケドウと対戦し勝利。大会に連覇という史上初の偉業を成し遂げた。 2006年2月19日、IWGP ジュニア王座と、NWA 世界ジュニアヘビー級王座を保持する、ブラックタイガーとのダブルタイトルマッチを制し、第49代 IWGP ジュニア王者並びに、第81代 NWA ジュニア王者となりにカモーに、輝く。2007年5月には NWA に参戦し、同月5日に、ローキーを相手に NWA ジュニア王座の防衛に、 成功したが、11日に、マイククワッケンブッシュに敗戦し、同王座から陥落した。2008年から2010年2008年7月、井上渡のヘビー級転校に伴い、空位扱いとなった、IWGP ジュニア王座決定トーナメントに、出場。決勝戦にて、プリンス・デビットと対戦し、勝利を収めて、第54代王者となった。9月5日、 ナイガーと組、ジャドアンドー組と対戦するも、ゲドーに急所攻撃を見舞われ反則勝ちとなり、直後にローキーが乱入し、覆面を剥ぎ取られてしまった。この暴挙に怒りの収まらないタイガーは、バックステージにて新日本社長の菅林直樹に対して、ローキーを次期 IWGP ジュニア王座の次期挑戦者にする、幼児化談判を行った。同月十一日、 ローキーを相手に IWGP ジュニア王座の初防衛戦に臨んだが敗戦した。2009年1月4日、レッスルキングダム3にてローキーが保持する IWGP ジュニア王座に挑戦し、新技、変形タイガースープレックスホールドで勝利し、第56代王者に返り咲いた。2月15日、ライガーは相手に勝利を収め初防衛に成功したが、 試合後に突如として、ブラックタイガーが、リングに乱入し、暗闇の点落としを食らってしまった。4月5日、レゾリューション0級にて、ベルトコントラマスカラと銘打たれた、タイトルマッチで、ブラックと対戦。勝利を収め、二度目の防衛に成功した。試合後、ブラックは自らマスクを剥がすとその正体が、ロッキーロメロであることを明かし、タイガーと握手を交わし和解した。だが、 その直後、ロメイロとは別人のブラックタイガーが姿を現し、デスバレーボムを食らうとマスクを剥がされるという被害にあった。6月20日、ドミニオン6.20にて、ブラックとマスカラコントラマスカラルール形式のシングルマッチで対戦。羽織りは木固めでギブアップ勝ちを収め、試合後に抵抗するブラックのマスクを自ら剥がしにかかり、その正体が、 高井は竜一であることを明らかにすると、一連の構想にピリオドを打たせた。8月15日、ミスティコを相手に IWGP ジュニア王座をかけて対戦するも、敗戦し王座から陥落。11月8日、ディストラクション09にて、リマッチ権を行使してミスティコと再戦し、変形アームロックで勝利を収め、第58代王者に返り咲いた。 2010年1月4日、レッスルキングダム法にて、プロレスリング、ノア対抗戦に出陣し、丸藤制度を相手に IWGP ジュニア王座をかけたタイトルマッチに臨んだが、タイガーフロージョンでピンフォール負けをキッシュ王座から陥落した。5月3日、レスリングドンタク2010にて、田口隆介を相手に IWGP ジュニア王座の防衛に成功した丸藤から試合後に、 いつまで高みの見物視点だと、マイクで挑発され、この行為に激怒したタイガーはバックステージにて、丸藤とのリマッチを要求した。同月8日、JCB ホールにて開催されたスーパー、JTAG トーナメントのセミファイナルに登場し、丸藤の放置する IWGP ジュニア王座に挑戦したが、丸藤に腕を攻められ終始圧倒されると最後は、腕折り固めを極められてしまい。 レフェリーストップ負けを喫した。8月22日、ノア主催のニューナビ10イン東京にて、金本浩二とのタッグで参戦し、GHC ジュニアヘビー級、タッグ王座を保持する、石森太しにアンドリッキー・マルビングミット対戦。この試合に勝利を収め、第12代王逆組となった。新日本では10月11日、ディストラクション十にて、 カオスの石井智博にマスクを剥がされたことから構想を展開するようになる。12月9日、リアルジャパンプロレスに参戦し、死である初代タイガーマスクと対戦。膝十字固めを極めると、レフェリーストップ判定が下され、死傷声を果たした。12月24日、ノア主催のノアフルギフトインディファ、2 0 1 2にて、マルフジアオキアツシ組を相手に、 GHC ジュニアタック王座の3度目の防衛戦に挑んだが敗戦し王座から陥落した。2011年から2013年2011年1月23日 CMLL ファンタサイチカマニア2011にて昨年より構想を繰り広げている石井とマスカラコントラカベジェラで対戦しタイガースープレックスホールドで勝利。試合後にバリカンを手に取り、 石井の髪の毛を自らの手で刈り取っていた最中、石井の抵抗を受けてマスクを剥がされ因縁がさらに深まる結果となった。その後、次期シリーズで石井はブラックタイガーのマスクをかぶって試合に出場するようになり、2月20日、ザニュービギニングにて、今度はマスカラコントラマスカラで石井と対戦。この試合に勝利を収め、自らの手で 石井のマスクを剥ぎ取り構想に終止符を打たせた。2012年よりライガーとタッグを組む機会が増え始め、ジュニアタッグ戦線に参入し始める。6月10日、ロス最終戦で組まれた6人タッグマッチに出場し、マカベが棚木、ライガーとのタッグで鈴木軍と対戦。この試合で、大地がライガーのマスクを引き裂き素顔を半分まで晒すという暴走っぷりを発揮し、 最後はライガーが鈴木からピンホール負けを喫した。6月16日、ドミニオン6.16にてライガーとのタッグで出場し、空位となっていた IWGP ジュニアタッグ王座をかけた試合でタカタイチ組と対戦。タカからピンホール勝ちを収め、第32代王者組となった。7月22日、キズナロード最終戦にて、 フォーエバーフーリガンズを相手に初防衛戦に挑んだが、敗戦し王座から陥落した。2013年7月、ノア主催の日テレ G 杯争奪ジュニアヘビー級タックリーグ戦にライガーとのタックで出場。公式戦を無敗で切り抜け、決勝戦で石森小峠厚仕組みと対戦し、ライガーが小峠からピンフォール勝ちを収め、同大会を優勝、同時に、 第18代 GHC ジュニアタック王者組に輝いた。12月7日、ノア主催のグレートボヤージュ2013イン東京ボリューム2にて GHC ジュニアタック王座をかけた5度目の防衛戦として小川義成ザック・セイバージュニア組と対戦。ライガーが小川からピンホール負けをキッシュ王座から陥落した。 2014年現在2014年11月1日、ライガーとのタッグで出場した試合後、ノアのヒールユニットである長期防軍の拳を、大原はじめが姿を現し、GHC ジュニアヘビー級、タッグ王座の次期挑戦者として、対戦を要求され、ライガーがこれを承諾した。12月6日、ノア主催のグレートボヤージュ2014イン、東京ボリューム3、箱舟新賞。 有明冬の陣にライガーとのタッグで出場し、拳王大原組の保持する GHC ジュニアタッグ王座に挑戦したが、最後は拳王からピンフォール負けを喫し王座ダッシュとはならなかった。2015年9月23日、ディストラクションイー岡山にて NWA 世界ジュニアヘビー級王座を保持するスティーブ・アンソニーに挑戦し、アンソニーのセコンドについた。 NWA 代表であるブルース・サープの妨害を受けながらも、最後は、リバースダブルアームバーを極めて勝利。二度目のベルトを獲得し、次期挑戦者にライガーを指名した。12月18日、公約通り、NWA ジュニア王座の初防衛戦の相手として、ライガーと対戦。最後は、リバースダブルアームバーを極めて、ギブアップを奪い、初防衛に成功した。 2016年3月19日、NWA ジュニア王座2度目の防衛戦の相手として、前王者のアンソニーと対戦するも、最後はピンホール負けを喫して王座から陥落した。2020年12月21日、ロード2、東京ドーム公楽園、ホール大会にて4月末の大腸形質演戦校の手術による長期欠場から復帰。ありがとうございます。